劇作家の重信信です。演出家のどいです。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、マイファミリー第7話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いやそろそろ華強ですねマイファミリーね。はい。次<ー>ね大きな真実が明らかになり。い,いやそうだよそうだよ。夏、ね、になってきちゃったよ。はい。3> <laughs> はい、3分のところ。はい。えっと二宮さんのうん。 うちの,うちの、ね、関係者でしたうちの人間でしたっていうところがあるんですけども、うん、あのね多部さんなどにねこうなんていうの有無を言わせないようなニュアンスがあるんですよね刺すような強い、うんうん、行動だったんですよねで緊張感の高い、ねうんうん、中でのやり取りでしたね素晴らしい演技だったと思いました、うん、やっぱね強いんですよねやっぱターンっていく。うんうん なんかそうですね覚悟を感じるというか、うん、なんか自分のねその会社の中にいたんだっていうね、うん、そういうところでしたね。はいでまあこのお決まりというかその15分ぐらいのところなんですけど、はい、でいつものメンバーじゃないですけど、うん、二宮さん田部さん、えー、浜田さん賀さんのこう家でのところ、うん、その相談し合うところといいますか何、うん、かね何て言うのかなデリケートを ニュアンスが今回は非常にしたんですよね、危険度の高い、うん、あ非常にいい層での層高いところでの,、うん、あの交流になっているんですよねで、会話すればするほど、どん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 こうシリアスになっていく、うんあの、深刻になっていく感じがね、良、うん、かったんですよね、いい演技だったと思いましたね、うんうん、いやー、ね、もう、服されてますよね、これはね。<laughs> この4人ね、<ー>服されてましたね。<ー>いや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 、はい。いやいやいや <laughs> で、えー、次が26分のところですね。はい、えー、二宮さんが、その、なんていうんですかね、松本さんの、うん、松本さんが、あのー、娘さんの声を聞くところ。うん あの二宮さんの体にこう瞬時に響く、ね、素晴らしい演技でしたねこ,うあのこの辺の辺りが。うん、シンプルに、ね、強いんですよね。し、うん、やっぱこの強い行動というか強いコネクトを取ろうとするのを見てあ二宮さんっていうのはあの役として非常にピュアなんだなっていうのが分かるっていう少、うん、らしい演技だったと思いましたね。 ね、いやそうですよね、何て言うんだろう、その共感するというか、うん、自分も、その自分の役も、娘を誘拐されていて,って、同じ経験をしてっていうのがあるから、それが基盤にあるからね、うん、そうつながっていくっていうところでしょうね。はい、で、35分、はいえー、高橋さんがこう事件のこう知っていることを告白していくところがあるんですけども。うん いやまあこれもねなんかこう天秤じゃないけどねだんだんこういうの増えてきたけどなんかこう背景いや今までのね二宮さんのことだったりこの会社自体のところだったりなんかこう弱いところがこう体に響いてっていうものとっていうこの天秤がね非常に素晴らしく当たっているんですよねだからもう本当にこの天秤がこが重ければ重いほど。 うん、危険度が高い演技になっていくんですけど、うん、これは、ね、非常に良かったんですよね。だし、うん、高橋さんはこの辺やっぱ上手いですね、自分のものとして、うん、あ捉えるのが非常にいい演技だったと思いましたね。うん、そう、まあ、その会社自体がね、育ってきた会社自体が、まあ、自分にとってはまあ子供みたいなもんだっていうところですよね。そ、うん、そう、うん、い,やい,い演技だわでね,ね、はい、そして まさかの最後のところですよね。<laughs> はいまあ、まだね、まだそのまだ分からないですけど、ね。まだそうですね。まだ分かのところのシーンで、うん、まあね、そうですね。うん、盗聴器が仕掛けられていてっていうところですね。で、なんか、浜田さんの反応も、まあ、うまいな。<laughs> <laughs> 反応がうまいっていう言い方も変だけども、うん、うーん、ああ、なるんだな、やっぱな。 うん、全部がでさっきも言ったけど天秤のね片方が大きいし、うん、ま,あまだ分かんない本当の正体は分かんないけど、うん、なんかあの様子態度を見ると非常に危険度の高いところでやってるよね,、うん、ねまあ、まあ、そうでしょうね何らかの事情がまあ,あるんでしょうね、うんうん、それはきっとこれから明らかになってくる。く、うんそうそうそういやーねえ そうですね犯人追っかけたときにね、みちるをパって止めてましたからね、やっぱりね。ええ、<laughs> やったね、そんなことも <laughs>、うん。なぜ止めたんだろうねって言ってたら、やっぱりねそななか、なんかしらのね事情はね、やっぱあったんですね、うん、きっとね。いやー,うわー、もう、仲間を疑わせないでほしかった。<laughs> <laughs> いや、いやでもこれ<も>本当に追い込むのうまいね。こいや、そうですね。うん、うん。いや、本当そうですね。うん、やっぱり <laughs>、やっぱり犯人はね、やっぱ内側にいたというかね、いや、出てる人の中にいましたよね。うん、うん。それはすごくね、うまいところですよね。うん、いやー、これね、<や>どこにね、着地するんですかね。この、 二宮さんの今のこのなんていうの立ち位置もマジ危険だよなこの沢渡り感が怖いないつかそうですね爆発するんじゃないかっていう怖いね,ね,、うん、ねだって逮捕されてもおかしくないようなね<ー>容疑をかけられても全然おかしくないような場所にいるっていうねところですよねいややだやだやだ,やだ <laughs> ね、でも、どんな結末を迎えていくのかね、楽しみですね。はい、というわけで、<laughs> マイファミリーの第7話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー、この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。